はい、大日曜日ジョブさんの昭和1歳メスでサイズが55センチ、親鯉はブルーですか。はい、ブルーです、はい、お願いいたします。はい、今回、成田、はい、生産者オークションなんですけども、はい、今回は、なんていうか丸点4段の、昭和を用意させてもらいました。まあ、55センチということで、まあ、ほんと生き上がりしたばっかりの鯉です。まあ本当に見たままというかあれなんですけども、まあ、頭の張りもいいですし、まあ、あとここら辺の炭がですね、まあ、もうちょっと先生、ハウス入れるとまたこう変化してくるんじゃないかと思います。まあ、本当にうちでもこんな伊達のいいのも珍しいもんで、ぜひ、生産者オークションに出品したいと思いまして、今回出させてもらいました。はい、今回はまあトータル2本なんですけども、まあ、厳選したいいものを出しておりますので、ぜひ皆さん、動画を見られて、楽しんでもらえればと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、では横の方もお願いします。はい、わかりました。いろんな模様で、はい、はい、そうですね。はい、はい、じゃあそのまま中も、はい、親鯉ブルーというのはどういった、ガチャピンの子供ですね。はい、ガチャピンの子供になりますね。どういった傾向があるんですかね、あの兄弟とかは。兄弟、そうですね、まあ結構この血筋はですね、まあ大舞台での品評会はとりあえずはないんですけども、今うちの親鯉の主力の、まあ、このガチャピン系の親鯉が結構多く使われております。はい、ベジとかどういう、こう炭がこう出やすいタイプとかっていうのは何かありますでしょうか。そうです、ベニは大体結構こういう明るい練り込みのあるベニが結構特徴的ですね。炭もまあまあいろいろありますけども、結構ガツンとパンチの効いた炭だとかそういうのも結構出てきておりますので、まあ火立てもいいし、この炭の感じもいいですので、まあ花黒もねこう持ってますし、ここら辺もこう炭がねこう出てくるんじゃないかと思っておりますので、まあ、結構期待はしております。はい、じゃあこちらも期待の1本ということですね。はい、そうです。はい、大日曜日ジョーさんの昭和1歳メスサイズが55センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。